どっちがこの、どっちかよくわかんないんですけど、とりあえず出発します。少しやっぱり楽になりましたね。ただいま9時15分ですね。またどっかでかぶれたらかぶりたいと思います。急に下りがきつくなりましたね。今までダラダラだったんですけど。しながらはちょっと危ないですね。今この斜面降りてきましたね。でこっち行くと東照宮の方ですね。で一旦ちょっとこっち分岐の先ですね、これ高内場になります。この先ですね。なかなかいい景色。9時20分ですね。なるほど、鷹を打つ場所っていう意味ですね。確かにそうですね。めっちゃアルプスでしょうか。高内場出発しますね。9時40分です。はい。高内場出発してます。先ほどいっぱい人が来ましてですね、慌ててちょっと隠れるようにして、メールマスクかぶりました。そのまま行ってもよかった、今週も行ってもよかったんですけど、せっかくやろうと思ってたんで、はい、これから東照宮に向かってますね。高内場から東照宮はあんまり標高差がないですね。なのでゆっくり下がっていくって感じです。まああんまり危険なことないですけど、先ほどの山頂行く場合はやっぱりちょっとしっかりした靴じゃないとダメかもしれませんね。まあとはいってもこんな崖っぷちなんですと、山は山ですからね。ここずっと木の階段ですね。大きな巨木ですけど枯れちゃってるんですね。東照宮4分、高市場20分で、確かに15分ぐらいで来ましたね、下りでね。やっぱりな、下りだから見えますけどもいいかなと思ったんですけど、やっぱりきついですね。密着度が良すぎて締め付けられてます。息苦しさもあります。よいしょ。これ顔に続けていると本当にあの中の人の気持ちがよくわかりますね。やっぱり徳川家康さん祀ってるだけって立派ですね。そこそこ
前回は階段道が久能山と東照宮1100段ぐらいですかね。父ご苦労さんでしたっけ。今回それ多いんですけど、それ以上に多いですね。でもしかし東照宮縁が開きましてね、2回続けて東照宮になりましたね、階段道がね。ちょっとお参りしていきましょうか。山深い中にあるんですね、ここは。そういう神社とお寺が隣り合わせですね。すごい。こっち巨木ですね。それでは東照宮ですね、後にします。新緑ですね。でも、もみじがやっぱり、これ秋にいいんですよね。なんか一部赤いのがあるんですよね。鳥居をくぐります。で、踏切と蓬莱寺ですね、戻ります。蓬莱寺さんの本堂も撮ってましたね。よいしょ。これは10時20分ですね。それでは降りたいと思います。これは今10時20分ですね。はい、じゃあこれで上りの多分1425段制覇したと思います。ちゃんと真っ当に登りましたので、今日はちょっと展望台っていうか、あそこの馬の性能のところっていうのを行ってみたいんですけど、まあ、そのまま帰ることにいたします。本当は本堂こっちですけど、ちょっとこっち寄り道してます。なんかこの先ちょっとなんか答えないっていうのがなんかあるみたいですね。体内くぐりってのがあるそうですね。今週からですね、たいと思います。はあ、さっぱり。ではですね、再び今城に登りましたので、答えないようにして帰りたいと思います。よいしょ。10時40分ですね。本当はこちら入り口なんですね。でも狭くてリュックスやってたりとかして、ちょっと帰れなかったんで脇道から入りました。細くて急な階段ですね。
先ほどの笠関はパワースポットですね。なんか最初はあの日本一って書いてあったよっていうか、なんからしいんですけど、なんかどっか後から測定したら別にもう少し高い筋があって日本で2番目に高しになっちゃったらしいんですね。ちょっと残念、かわいそうですね。見つけました。はい、先ほどはちょっと遊ばせていただいた笠杉さんですね。確かに高いですね。60メーターぐらいでしたっけ。仁王門もできましたね。今11時3分ですか。でもここで6時間、結構長い時間いましたね。皆さんと長くですね、ちょっと進めると。ああです、撮影させていただきます。よろしくお願いします。やはり迫力ありますね。よいしょ、はい、先送ったかな。はい、カンマの置きとこ戻ってきました。それで一応マスクで階段道パート8の、ホールインホーライサンスですね、1425段歩きました。なんかここも初夏に近いので赤いですね。カラッとしてますから、まあ、見えますか、見てるとちょっと大変ですよね。ちょちょっとしますからね。これ内の門っていうんですか、ここで。しっかり撮ってなかった。愛知県指定文化財根津の木って書いてますね。はい、数少ないご視聴者の皆さん、最後までご視聴ありがとうございました。本日は、マスクで階段道パート8イン宝来寺山1425段プラス宝来寺山山頂右山ですね、まで登山道ということでやってまいりました。そういえばですね、皆さん、ここはあの昔ここ田口鉄道っていうのがあって、ここに宝来寺山という駅があったみたいですね。廃線あったみたいですね。はい。